はい、皆さんお疲れ様です。杉本修一講演会でございます。今日はですね、選挙じゃねえや、政治活動ではなくて今日名古屋に来てます。名古屋のあそこにビアンキっていうお店があって、でそこで、ローマ3一番安いやつ、8万弱かなを、買いました。まあ郵送してくれないということで、明日車でここまで取りに来ようかなと思います。まあそうね、今駅の方に向かって歩いてるんですよ。今レイバンのお店があるみたいだからさ、そこをね、ここ名古屋駅前です。ここに焼き鳥屋があって、はい、タタン、見て見て、タタン、これをねまた渡ると。写真撮ってもらったな。写真撮ってもらったな。こっち帰るか。なんかやってる。行くか。うん。どうですかね、これ。見えるの。タタン。はい、じゃあ名古屋駅に着きました。じゃあまた後で。そうですね、今日時間がちょっと遅くなっちゃうと思うので、今はあでも5時か、わかんねえな。まあまあなんかできたら撮りますよ。とりあえず今日はあのビアンキのローマ321年型の型落ちですが、まあ、78,860円ぐらい、で、買ってしまいました。で郵送してくれないということで、明日、14時半、車で取りに来ようかなと思います。まあ、ということで、杉本でした。お願いです。This is、not 浜松。 I'm here in 名古屋 city、I'm finally get、ビアンキローマ3、2021 model。 I'm gonna go back home、Thank you for watching。Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. See you there. Yeah. Bye, Johnny.皆さん疲れました。今日ねやっと着きました浜松に。今7時11分ぐらいです。まあ明日ですね、また名古屋に車で取りに行かないといけないので、なかなか大変ですよ。2時半の、予約です。で今日は一応ビアンキのローマ3、チェレステカラーの50サイズかな、87,660円ぐらいかな。で今お金を払って浜松に帰ってきました。まあ疲れましたよ本当に。明日運転していかないと。まあ早めに行って、まあ、ゆっくり下の道をゆっくり走っていこうかなと思います。まあ、引き渡しと説明に1時間ぐらいかかるような、これが1時間、まあとにかく明日にはビアンキのローマ3が手に入りますので楽しみにしています。あとはあのノートパソコンもね一応買っとこうかなと思いますし、まあ投資も
環境をまず整えていかないといけないので、まあ、ローマ3ビアンキを使ってローマ3を使って選挙の移動をしようかなと思ってますので、はい、まあ、選挙は選挙カー使わずに、ローマ3の、ね、自転車を使うと思ってます。まあ、明日写真撮ってインスタにもアップしますので、楽しみにしてください。じゃあ、今からね、帰ります。一日お疲れ様でした。我が石崎ホーチング、Today is hard day、 Stitches is here、 Bye、 じゃあね。